MC の前田です。いつもご視聴ありがとうございます。新しいボディを買ってきました、今話題かな、新しいこれブルターレというボディですね。もうあの発売からちょっと時間が経ちまして、もうすでに各地で走行もしているようで、まあ、いろんな評判ね、評価なども出ているようですので、まあ、私はもちろんこれまだね買ったばかりなので、どういう走りになるかっていうのは自分ではわからないんですけれども、聞いたところによると、まあ、よく曲がるということらしいですね。今あのとても人気しているのはこちらかな、これツイスターのスペシャルの方ですけれど もうツイスターボディがとにかく各サーキットで速いということだと思います。私も愛用しているボディなんですけれども、一方で、まあ、あのこちらの、ウルバリンもよく使ってはいたんですね、ただ、まあ、最近ちょっと出番はあまりないかなというところで、まあ、ツイスター一辺倒という状況になってるんですけれども、そこに割って入れるかということで、今回この買ってきましたブルターレ、どういう走りをするのか楽しみなんですけれども、一方で今回はまたあの塗装するにあたってプライマーを試してみようかなと思います。まあ、そもそもあのこちらが先に、まあ、あったというか、これを試したいというところがあったんですけれども、これもあの動画で、発見して試してみたいなと思ったんですが、PC バインダー、これポリカ専用の、まあ、バインダーということで、これどういうことになるのか、動画で紹介されているのを見たところ、かなり、うん、効果ありそうなんですね。で特に私のボディの場合はこのフロントに蛍光イエローを使ってるっていうのが、まあ、問題というか、なんというか、いろんな色使ってるんですけれども、蛍光色っていうのがやっぱりどうしても剥がれやすいんですね。うん、まあ、あの詳しいことは知らないですけど、そういう材質なんですかね、素材的に剥がれやすいようで、でもこれまでもいろんなプライマー試してきてるんですけれども、やっぱりどうしても剥がれてしまうんですよね。それはもうぶつかるのは仕方がないんで、である程度、まあ、どんな色でもフロント周りっていうのは剥がれやすいと思うんですが、もうこの、まあ、ウルバリンでもこうもうバリンバリンにこう剥がれちゃってるんですね。で何度かこう後から補修して塗ったりなんかするんですけど、塗り直したりとかもう、それはもう汚くなっちゃうんですよね。で、まあ、できればそれをもう超越するような素晴らしい食いつきの良さを見せてほしいんですけれども、まあ、果たしてこの PC バインダー、お値段もなかなかのものがします。ここね値札貼ってますけど2640円もするんですよね。まあ、これだけ、まあ、量もたくさん入ってるんで、これが使えるとなればもう当分いけるかなということなんですけれども、さあ果たしてこのボディですね、ブルターレ、まあ、とりあえず塗っていきますんで、塗り終えた後は走行チェックも含めてやっていきたいと思いますので、さあどうなることでしょうか。ブルターレの塗装中なんですけど、これ寄りすぎて何のこっちゃ分かりませんね。この角度なら分かるかな。もう大体もう最後の方までやってきてるんですけど、この黄色のとこね、なんか変でしょこっち側いつものように蛍光イエローをタミヤのね、ポリカスプレーの蛍光イエローを拭いてから、白で裏打ちしました。こんなことになってます。はい。で、まあ、あと目玉グリル塗って終わり、あとは違うわ。このラインもあるんですけど、次の工程に行くところなんですが、実はこの左半分をまだ残してるんですよ、マスキング。で、何するかっていうと、まあ、さっきから後ろでこう見えてますけど、まあ、前半でというか、先ほどお伝えしたこの PC バインダー、これを今から塗っていきたいと思います。じゃあこれどういうことっていうことなんですが、これ今回ね、比較用にと思って、右と左で違うプライマー使ってみようかと思います。違うボディで、試してしまうと、クラッシュの度合いとかが違うんで、どの程度強度があるかってこう、わかりにくいかなと思ったんで、今回はちょっとこっち半分とこっち半分で、違うプライマー。で、今から拭くこっちは、この PC バインダーを使います。で、こちらは、それよりも前に発売された ABC の
プライマー、ポリカ用プライマー、あのスプレータイプのものなんですが、それを使って、塗装しました。でここ分かるようにこれ A って書いてあるじゃないですか。ここね A って書いてあるんです。これはあの裏から書いてますんで、あの取れませんこの辺のはこれマジックの落書きは表から書いてますけどね。なのでこれで一応分かるようになってます。で今からこのマスキングを剥がして塗装、これをですね PC バインダーを吹き付けていこうかと思います。これとこれですけど、これがまあ PC バインダーですね、プライマーそのものです。一缶で2640円、税込み、まあまあなお値段なんですけど、これ2倍に薄めて使うとのことなので、そう思えばまあまあなコスパかもしれませんね。でその時使うのがこの専用の薄め液、はい、これを合わせて使うということで、まあこれ1100円するんで、もうこれ足したらそれなりのお値段にはなります。ですのでほんま頼むでというところです。でまずこれを開けまして、この中一応まあまあ軽く混ぜておいた方がいいのかな、わかんないですけどね。でよいしょ、開けるとさらにまだ中蓋があります。結構厳重ですよね。でこれを開けますけど、どうなってるか、これで引っ張るとよいしょ開きます。でこの中にたっぷりと入ってますので、これをカップに注ぎます。これは2倍に薄めるので、よいしょ、このままでいいかな、あ多すぎたか、多すぎたか、まあいいやそんなにたくさん使わないんですけどね。まあちょこんな感じで蓋をちゃんとしておきましょう。でこれまあひとまず置いといて、次はこれですね。これで同じように蓋を開けたら中蓋があって、これを開けると普通のあのラッカー系の薄め液と似てるんですけど、匂いが結構きついですね。はい、換気はよくしましょう。でまあまああのアバウトですけど、うん、2倍にしましためっちゃ目分量。気になる方はあの重さ測りながらやるとかねしたら間違いないかと思います。はい、これで薄め液も OK ということで、これをしっかりとかき混ぜてエアブラシで吹き付けていくということになります。で、まあ、今回あのエアブラシはあのボディ塗装にも使ってる同じものを使っていきます。というのは、まあ、あのピースは別にいいんですけど、コンプレッサーがちょっとハイパワーの方がいいかなと思いまして、プラモデル用に使ってるちょっと弱い方じゃなくて、この強い方でやっていきたいと思います。2倍に薄めた PC バインダーを注ぎ込んで普通に、うん、吹き出しますよね。でこれをつけていくんですけど、これはい、マスキングテープ剥がしました。こんな感じになっております。でこれで浮いてる、大丈夫、薄く 2,3 回に分けて吹き付けるのがいいんだそうです。なのであんまりいっぺんにたくさん吹かないようにしますね。狭いカメラに当たった。ちょっとあの分かりにくいんですけど、あまり乗ってないな。ちょっともうちょっとあのツヤツヤってなるぐらい乗せておかないと吹いた気がしないですけどね。これまだあの、うん当たるなカメラ。なんかまあ1回目軽いな。まあ、様子見ながら 2,3 回重ねぶくしていきます。
はい、塗装が終わりました。ブルターレですね。はい、こうなっております。はい、どっちがブルターレか分かりますか？片方がツイスターで片方がブルターレということなんですけれども、まあ同じパターンで塗装してますので、どっちもどっちかなという感じなんですけれども、こちらがツイスター、こちらがブルターレとなっております。まあ、正式にはツイスタースペシャルの方なんですけれども、まあ全体的にはね、すごく似たような形してるのかなというふうにも思いますが、やはりこのフロント部分を見比べると、違いがはっきりとしているようで、特にこのブルターレの方に関してはノーズが低く、なってるのかなというふうに思えますね。だからフロントグリルのところがより平べったくなってるじゃないですか。口を閉じたような半開きのような感じになってますよね。目の吊り上がり方もちょっと違うので、それだけこのノーズの部分が前にこう落ちてきてるのかなと。しかもね、ここ平らなんですよ。ツイスターの方はちょっとこうラウンドがかってるんですね。ここ丸みがあるんですよね。なので比較的こうマイルドって感じるのは、多分そういうところの空気の流れなのかなというふうに思えるんですね。で、一方でこちらのブルターレの方を見ると、このリップのところね、ここまでね、ちゃんとこう反り上がるような形になっているので、コーナリングの最中にここもきっちりとダウンフォースを稼げるんじゃないかなと。で、ここもある意味フロントウィングなんですよね。もう真っ平らになってまして、しかもここのこの反り上がり方がうまくこう、なんていうんですか、ここのウィングのこう反り上がっているところに似た形をしているので、ここでもフロントダウンフォースを稼いでるんじゃないかな。コーナリング中の空気の流れ、ダウンフォースを稼ぐ、もうそういう効果が得られるのではないかと、はい、走ってもいないのに見ていてそう感じたんですよ。はい、ね。で、まあ、なんと言いましても気になるのがこのプライマーですよね。 ABC と PC バインダーを左右で使い分けておりますので、当たった時にどうなるのか、剥がれてしまうのか、剥がれないで持ちこたえてくれるのか、とても気になるところですよね。次回ですね、サーキットに持ち込んだ時に走行インプレッション、このブルターレの、まあ、走った感じプラスこのプライマーの効果ですね、ダブルでチェックしてみたいと思いますので、お楽しみに。